9月からの英語長文勉強法をやることってだいぶ変わってくるんですね。読み進めることです。そう、できる子、合格する子にはむちゃくちゃ刺さるんですよ。これが長文読解でいうところのアウトプットなんです。でそれで受験会場まで行っちゃう人はほとんどなんですよ。始めました、ぼちっちチャンネル。さあ今回はですね、9月からの英語長文勉強法ということでやっていきたいと思います。まあこれは手の内というか、今まであんまり話してこなかったんですけど話しちゃいましょう。はい、私が普段ね、可愛いとかで等身とかで喋ってたことですね。いわゆる9月までと9月の後にやることってだいぶ変わってくるんですね。あ、ただまあ先に言っとかなきゃいけないですけど、基礎ができてることが前提ですからね。基礎ができてないとダメだから、この単語ちゃんとやってる、文法ちゃんとやってる、構文の勉強しているよ、もう終わってるよ、基礎のところはもうちゃんとできているよっていう、完璧になってるってことが大事になる。まあまあ完璧ってももちろん穴はちょこちょこあると思うんですけど、それが大事になります。だからね、まあいわゆる早慶とかね、特に難関大行きたい人にはすごく大事で、この勉強がちゃんとできている人にはめちゃめちゃ刺さるんですよ。これもうね、経験上分かってる。授業とかもね、いろいろやってきたわけですけど、予備校でも、で高校の講習でもやってるんだけど、ちゃんと勉強してた人にはなるほど、そうだったとか、自分はこれからこうやって勉強していくのかっていうのは分かるんですね。でもね、大体の人ってそもそもの基礎ができてない。もう英単語も文法も構文読解ですね、まあ英文解釈とか言ったりするけど、ここがそもそもできてないから全然話にならない。こっちが言うことがね、刺さらない。え、そんなのできないよって終わっちゃうんですよ。だからまず言っておきますよ。基礎はできなきゃダメです。覚えてなきゃダメです、単語。これは口を酸っぱくしています。もう夏、それできなかった人、こっちちゃんとやってください。とにかくなんか早く読めるようになりたい、問題解けるようになりたいって言うんだけど、こっちもできてないのに、こっちもちゃんとやってないのに、無理だから。で、こっちができてる前提で話しますよ。それ忘れないでください。はい、ではいきます。まあ今もうね、個別指導でやったりとかしてるときに、まあいわゆる長文に入っていく人が多いんですね。まあ構文やって、その後まあポラリスとか使ってる人も多いと思います。ポラリス1とかね。それ使って指導することもあるんですけど、で、ポラリス1に入るとわかるんですけど、やっぱ知らない単語いっぱい出てきますよね。わかんないよこれ。勉強してない。単語帳に出てきてないとか、自分のやってる単語帳には載ってないよとかっていうのね、出てくると思うんですよ。で、その時にきちんと単語の勉強、構文の勉強、文法の勉強してた人は推測できるんですよね。あ、この単語と並んでるってことは、これ and で並んでるんだから、あ、この意味だよねっていう風に推測できる。あ、ここに人の名前あって、その後ろにバーって長く並んでるんだから、あ、これって同格で並んでて説明してるだけだよね、具体例だよね、あ、コロンだ、あ、これやっぱりこのコロンの後ろ具体例になってるだけだとか、あ、ダッシュで、あ、これ挿入的に説明してるだけだっていうのが分かるわけですよ。そうすると早いですね。分かんないこれ、いつものようにですね、知らない単語出てきたら丸で囲むとかね、線引くっていうので止まって、ってならなくなるでしょ。これが大事なんですよ。読み進めることです。で、9月からは読み進めるっていうのが大事なんですよ。止まらない。そう、だから速読がどうたらとかね、速読のメソッドを教えてくださいとかね、そういう前に、読んでる時に今まで習ったね、その文法単語構文の知識を使ってわからないね、知らないものでも読み進められるっていう、これがめちゃめちゃ大事なんです。だからこれをすっごく重視するんですよ、私2学期からはね。どうせわからないでしょっていう前提で話すんですよ。で、1学期はもう単語の知識めっちゃ教えるわけですね。はい、この単語はこうで、こうこうこうだから知らなきゃダメだよ。はい、早慶レベルだと他にもね、こんな意味のね、単語が出てきたりとか、ね、似たような意味でこういうのがあったりするんだよ。で、この単語はこういう語法があって、こういう風に使ったりするんだよ。知識は大事です。早慶ってめちゃめちゃ知識大事だから、だから知識はやります。やるけれども、ちゃんとその今まで習った少ない知識とか言っちゃいけないけど、ね、自分の持っている武器だけで未知のものが出てきた時にどうやって倒すことができるのかっていうのを考えなきゃいけないんですよ。で、これがすっげえよくわかる。ちゃんと基礎をやった人たちは、僕が説明すると、なるほど、だからあの時わざわざ SVC はイコールになるとかね、オート C には手術の関係がなるとか、コロンやセミコロンは舐めちゃいけないんだ、代名詞は舐めてはいけないんだとかって言ってたのは、そういうことだったんですねって分かってもらえるわけですよ。なるほど、すべて伏線というか、これができるようにするためにわざわざやってくれてたんですねって、すごい感謝されたりするわけです。
ね。そうできる子、合格する子にはむちゃくちゃ刺さるんですよ、私の言うことってね。だからこれはもうすごく刺さる。で、自分でできなきゃダメですよ、ね、できるようにならなきゃいけない。これがね、めちゃくちゃ大事なの。だ今までと同じように、ただただ知らない単語が出てきたら覚えるとか、わかんない構文が出てきたら覚えるとか、そんなんやってちゃダメなんです。一歩上に行かなきゃいけない。これがすごく大事なんですよ。で、この一歩上に行くためには、当たり前だけどね、A and B で並んでいる単語って言って、A を知らなきゃ意味ないわけじゃないですか。だから知識いるんですよ。だから、知識をちゃんとしている子たちは、なるほどってなる。でも A も知らない。じゃあ B、わかるわけないよねっていう、こういう子たちは、はぁ？ってなるわけですね。ほら、来た、コロン、セミコロン。セミコロンやコロンの使い方知らない人たちは、はぁ？ってなるわけです。ほら、これ文法、ほら、SVC が来てるんだから、SVC 来てるんだから、こうだよね。知らない人は、はぁ？ってなるわけですよ。ざっと説来たら、ほら、思うか言うでしょ？動詞は、はぁ？ね、知ってればこの単語知らなくてもほら分かったでしょ、読み進められたでしょっていうのをやるんですよ。だこれが長文読解でいうところのアウトプットなんですよ。僕がね言ってるだけですけど、はい、アウトプット。だから文法問題だとアウトプットっていうと自分が得た知識を使って文法問題を解いていくことっていうのがね、よくアウトプットって言われるじゃないですか。それと似たようなもんなんですよ。今まで習った構文や文法、単語の知識を使って未知のものが出てきても対応できるようにする。だこれを僕むちゃくちゃ重視するんです。だこれができるようになってないと本番戦えんぞと。どうせ知らない単語が山ほど出てくる。山ほどにならないでほしいんだけど、いっぱい出てくる。でもそこでも読み進められる、そこでも解けるっていう状況にしとけっていつも言うんですね。でこれがまず一番、もう2学期からちゃんとできるようにならなきゃいけない。でやっぱ合格してる人たちいっぱい見てるから、その人たちはこれの意味がわかるんですよ。これで本番戦えるんだっていう風に分かって試験会場に行くから、だから合格した後にこうね挨拶来る人とか、やっぱりちゃんと理解してたんだな、私の言ってること分かってたんだなっていう子が多い。だから一番良かったですとかってよく言われるわけですよ。知識もすごいたくさんつけてくれたし、さらにはその分からないものにどうやって立ち向かっていけばいいのか教えてくれたっていう風によく言われてた、うん、だこの考え方を持って挑んでくださいね。で次、読みの範囲を広げてください。まだ一単語一単語読んでる人多い。一単語一単語やって一生懸命日本語訳してる人、時間かかってるでしょ。それじゃダメです。幅を持ってください。塊ごとに読めてますか？このフレーズごとに読んだり、句で読んだりとかですね、節で読んだりみたいなのできてます？それやってないと無理よ、マジで無理。そんなんじゃできないよ。きちんとね、そういうレベルになるってことが大事。まずで、次のレベルとして文と文とのつながりなんですよ。そう、細かい、まあ細かいっていうのもあるけど、単語単語から句節でちゃんと文をパッ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 と早く読めるようになってる。で、文と文とのつながりがきちんと分かってる。で、その文のつながりが分かって、その段落が何を言ってるのかが分かる。で、さらにこの段落ではこうだった。で、次の段落読んでまた文と文とのつながりとか、この段落と段落とのつながりはこうだなっていうのを読めるようです。で、自分自身はそれを先を読みながら読みますから、こう来てるんだから、あ、次の文はこう来るんだなとか、この段落はこう来てるんだから、特に最後こうやって終わってるんだから、次の段落はこういう話になるんだなっていうのを分かりながら読んでるので、だから早いんですよ。予想しながらやってるから。あ、きっとこういう話だろうな。うんうん、はあ、やっぱこうだよね。はいはいはい。で、具体例どうせ来るんでしょ？はいはいはい。あ、これが具体例ね。ほうほうほう。なるほどって読んでるから早いです。で、読むのは早いんです。で、こういう読みができるようになんなきゃいけない。わかりました？で、まあ、あとはやっぱり問題は解くことですね。解くことをきちんと重視するっていうのに移ってないといけない。うん、やっぱね、まだだってさ、該当箇所に印つけてない人がいっぱいいるもんね。いつも言うんですよ、その高校のさ、講習とかでもすごく言うの、たくさん。春の時にもね、ちゃんとね、回答の根拠には印つけてなきゃいけないんだよ。それをで、答え合わせするときに根拠が合ってたかを確認するんだよって言うんですよ。夏の初めにも言うんですよ。で、夏の終わりにまた同じ人たち会って言うと、ついてないんですよ、根拠が。この夏、あなた結局何もつけなかったのねってなるわけ。で、それで受験会場まで行っちゃう人がほとんどなんですよ。結局やらない。該当箇所を見つけてそこをきちんと読むとかっていうことをやらない人が多い。だから何度も何度も読み返す。内容一致問題で、あれどこに答えがあったんだろうつってまた読み返す。無理ですよ、早慶そんな時間ないから。読み返すことなんかできないから、そういうレベルにならないといけません。これ大事です。いいんでしょ、印つけてない人いっぱい。ダメですよ。ということで、止まらないことで、文と文、段落、ね、つながりを考えること、そして解くっていうのを意識してやってください。これが9月からのやり方なんですよ。まあもちろん細かく分けたらもっと他にもあるんですけど、この3つはまずちゃんと理解して進んでください。これをやらなきゃいけないんだ。で、何度も口酸っぱく言うけど、これができるようになるためには基礎ができてないといけない。基礎ができてない人がこれをやろうとしてもどうせできない。なんでこのことを忘れずにきちんと勉強を進めてください。はい、わかりましたね。ちゃんとやってね。はい、ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.